よしよしよいしょ、お疲れです。お疲れさんです。来ました、はい、翔さんね、はい、リクエストありまして、はい、トミソで、はい、やっていきましょうか、はい、これね、なんか見通しポイント、はい、ありますか。は動画の中で喋ってます。おーイエー。はい、ね、途中でね何個かこうね、はい、ここを気をつけてほしいよっていうところあるんで、はい、そこを見ておいてほしいと思います、はい、それではやっていきましょうか、はい、はい、それではオープニングスタート。よいしょ。はい、では留め袖を着せていきます。留め袖は訪問着と着せ方は一緒ですが、留め袖は紋があるので紋に気をつけて着せてあげてください。襟合わせをしていきます、ここの掛け襟で私は3分の1を折ってます。で、ひじょくは、ここの襟肩脇から徐々に出てきて、この剣先あたりからずっと同じ幅で出してます。ではタックを取っていきます。私の動画をご覧いただいている方はお分かりかと思いますが、通常はここからタックを取っています。ここでタックを取っています。で、ここの通常の位置でタックを取ってしまうと紋が隠れちゃいますので、紋が綺麗に出すためには紋の内側で私はタックを取っています。もちろん通常通りの位置でタックを取って綺麗に紋が出る場合はそこで構いません。流派によってはここでタックを取らないっていうところもあります。コンクールでもこのやり方でやりました。胸紐をかけた後、紐のところにできるシワをなるべく少なくするために親指でスーッと持っていってシワを取っています。そうするとほぼシワがなく、後からシワを取る時間も短縮されて効率的です。
since I faced the breaking point. And I don't care if I go down with it, the way I see it, there's no point. Cause in the end it's only down to us. There's no love nor love. And I don't wanna admit we're at the breaking point. Don't need no battle scars. はい、では二重太鼓を巻いていきます。二重太鼓の基本は柄止まりが背中心です。で、ふくよかな方とか、帯の短いとか長いとかによってちょっと手先を取りたいとか帯の柄をきれいに出したいとかっていう時はここで長さを調整しています。二重太鼓の詳しいやり方は上のカードか下の概要欄に貼っていますので、そちらをご確認ください。お疲れ様でした。はい、みんな見ていただけたかな。はい、全部で何個ぐらいあったっけ、見てほしいところ。3つぐらいかな、うん、結構訪問着とね、はい、似てるところがあるんで、はい、また途中も見ていただけたらと思います。はいはい、まだまだたくさん言いたいことはいっぱいありますか。はい、はい、でこれあれか、結婚式の、はい、既婚女性の第一礼装です。トップではお嬢さん結婚式おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、まあこんな感じになるんで、はい、はい、まあきっちりね、晴れの日を、娘さんとは言えへんけど晴れの日をね、はい、飾る着物なんで、はい、きっちりと、はい、着せてあげましょう。はい、はい、それではまた参考にしてもらえたらと思います。はい、はい、それでは終わりましょうか。はい、はい、それでは皆さんお疲れです。よいしょ。はい、どうもおまけです。俺のやつはい、よく現場であるあるをご紹介したいと思います。お着付けあるあるや。はい、はい、外部の方からお着付けをされて、会場の方にいらっしゃる方とかにあるあるなんですが、このお扇子お、ね、今は金の方向いてるじゃないですか。はい、でこれがね、なんとこっち向いてる方がいらっしゃるんです違うから逆やん。はい、はい、こっちじゃないです。はい、必ずこっちの金色の方を出してあげてください。決まったよね。決まってます。いわゆる後手やからね。はい、やっぱ金ピカの方ね。そうですね、前に出してあげんと。はい、はい、です。はい、そして下前の襟の延長上に刺してあげてください。おーよ。で、ここは3センチほど出していただいたら大丈夫ですので、はい、必ず金を皆様の方へ向くように出してあげてください。はい、これ、はい、ね、注意もできへんからね。そうなんです。で、自分がやってるとかね、はい、うちでやってるとかだったらね、うん、まあでもね、言われへんから、はい、ぜひここはちょっと、はい、最後の最後やから、はい、気抜かんと、はい、バチッと金を前に出してあげてください、はい、ね、はい、はい、いいですか。はい、はい、じゃあそれでは終わります。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので、 SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。